さて今回こちらの車でおもてなしさせていただきますゲストの方はこの方です。梶裕貴君です。どうぞ。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。梶裕貴です。よく来てございました。いや何ですか。何ですか。いや来させていただきました今回のおもてなしゲストは梶裕貴さん。進撃的アニメをはじめとするさまざまな作品、映画の吹き替えやナレーター、パーソナリティと幅広い分野で活躍。また数々のアワードを受賞するなど人気実力ともトップクラス。ミキシンとは昨年まで国民的モンスターアニメで共演し、最近では一緒にカートレースにも参戦するなど、その親交は深い。この近所でイベントが終わったんでね間違いじゃないですけど。間違いじゃないけどね。そこはもうすいませんね。とんでもないお忙しいのにね。いえ、とんでもないです。今回、はい、梶くんをイメージしてご用意させていただきました車、はい、こちらになります。これはアストマーチンさんです。アストマーチンさん。アストマーチンさん、ね、アストマーチンさん、はい、はい、バンキッシュという車になりますね。めちゃめちゃかっこいいんですけど、はい、イメージしてくださったんですか。なんだといやなんかぴったりだよ。さっきそこにペットショップの車と思っててこれかなってちょっと思ったんですけど。いや俺もさっき来る途中にペットショップの車見つけてこれですかって冗談で言われた時にうん、これかなって思ってまだあったんだけど、ね、いや今回こちらちょっとね、はい、前から見てもらってもいいですか。はいはい。いや どんな感じですか。前から見た印象はかっこよすぎるなって思っちゃいましたけどね。この色もそうですし、このフォルムが、うん、あ、フォルムちょっとねなってる。表現がちょっと難しいですけどいやいやいや全然いいのよ、はい、女子目線でさもう見てくださってる人もいるので、あ、まあ、難しいこと言っても伝わらないので、うん、逆に梶くんのね、僕がイメージしたこの車ではあるけど、はいはい、梶くんがこの車にどう映ってるかっていうのを聞いてみたいなって思うわけですよ。まあ、フォルムもそうですし、この中 の、うん、あのシート、うん、あ、なんかなるほど、すごいこう茶色の革ですか、あれは。なるほど、なるほど。すごい品があって、いい感じです。こっちの方見てみましょうか。はい、まずこれね、はい、アストマーチンの、はい、一番上のグレードなんですよ。おで V12 っていうエンジン積んでて、はいはい、ちょっとスポーツカーなんですけども。